こんにちは。十文字中学高等学校中学入試オンラインミニ学校紹介に、今回は本校の探究活動と英語教育についてお話をいたします。私、浅見と申します。よろしくお願いいたします。まずは本校の探究学習についてお話をいたします。本校では生徒に対して CCP を育むために探究学習を行っております。 CCP の C とはコミュニケーション力の C です。もう一つの C はコーディネート力の C です。 P はパートナーシップの P です。これらを探究活動を通して生徒に育ませています。例えば中学1年生では自分史、中学2年生では職業調べ、中学3年生では個人研究、個人で調べ学習からクラスでの発表、そして学年への発表と徐々にグレードアップしながら力をつけていっています。また学校の外へも活躍の場を広げています。例えば先ほどの自分史トワイスアワードという全国大会に出場して、一昨年はグランプリ、昨年は準グランプリを受賞しています。また、夏休みには、東京都主催の科学コンテストに3年連続で出場しています。今年は一部でもう少しというところまで順位を上げることができました。3月には、経済同友会主催の教育フォーラム、こちらも3年連続で参加しています。ここでは経済同友会に所属する社長、会社の社長さんや会長さんと他の学校の生徒と一緒にディスカッションをすることによって、より生徒が成長して戻ってまいります。また昨年度よりペッパー社会貢献プログラム2に参加しています。本校にペッパーを1台お借りしまして、その中でプログラミング教育をしました。中学1年生には、十文字の紹介をペッパーにさせようということでプログラミングをしてもらいました。生徒たちはパソコンを使って、いろいろなプログラミングを上手に行っていました。ぜひ学校へ来てペッパーを見てほしいと思います。さて次に英語教育についてです。本校の英語教育はご覧のように、教科書はニュートレジャーという教科書を使っておりますが、すべてデジタル教科書になっておりまして、本校の電子黒板を使って授業することができます。また英検のオンライン学習システム、あるいは音読学習支援システム、リピートオークなどを利用して授業を行っております。パソコンを利用してリピートオークでは、音読を録音することによって、先生方が常に生徒の音読を評価することができます。また、オンライン英会話では、パソコンを利用してフィリピンの英会話学校の先生と1対1で英会話をすることができます。ショー&テルコンテストでは、それに向けてネイティブの先生とスピーチの練習ができます。本校のネイティブの教員は6名おります。生徒は授業以外でも昼休み放課後、ネイティブの先生と積極的に話すことができます。
また、香港では、中学1年生で入ってきたときに、英語の能力が高い生徒に対して、取り出し授業を行っております。アドバンストプレイスメントイングリッシュと、略して AP イングリッシュということで、行っています。この中では、週7時間の授業のうち、4時間が、外国人講師による英会話の授業、オールイングリッシュの授業になります。生徒たちは自分の持っている能力をさらに発揮して、より上を目指して頑張って勉強しています。また本校では、海外の研修旅行も充実しています。3年生の3学期には、オーストラリアへ海外研修へ10日間で行っています。希望制ですが、毎年100人以上の方が参加しています。また3年前から、高校1年生の夏休み、7月、8月、9月を利用して3ヶ月のオーストラリアに留学をして、自分の英検のランクアップを目指そうという企画もしています。また1年間の海外留学も希望ですることができます。ぜひチャレンジしてみてください。以上で、本校の探究活動、英語教育についての紹介を終わりにいたします。ご清聴ありがとうございました。